来ました。ウーマンクレレ2本です。じゃん。ウーマンクレレの可愛いロゴが。はいはいはい。あー、なるほどなるほど。私こういう音色好きなんですよね。シャローム、ウクレレフレンズの皆さん、こんにちは。ウクレンチャンネルのレンです。今日も動画に遊びに来てくださってありがとうございます。はい、今日はですね、あの台湾のウーマウクレレからウクレレをプレゼントしていただいたので、そちらを開封レビューしていきたいと思います。イエーイ。このウクレンチャンネルではですね、これまで4本のウーマウクレレを紹介させていただいてきているんですけれども、そのウクレレね、どちらも個性的で、そして品質がいいんですよね、ウーマウクレレ。そのレビューまだ見てない方はぜひぜひアイマークに貼っときますんで見てみてください。あのね、ファンシーなウクレレだったり、すごくシンプルだけどかっこいいモデルだったり、すごく高品質でね、もう気合の入ったモデルだったり、すごいバラエティに富んだウクレレを展開しているウーマウクレレなんですけれども、今回はどんなウクレレなんでしょうか。楽しみです。それではいつもの掛け声でウーマウクレレを呼びたいと思います。皆さん一緒にお願いします。せーの、ウーマウクレレカモン。よいしょ、来ました。ウーマウクレレ2本です。こちらとこちらなんですけど、1本ずつね紹介したいなと思うんですけど、こっちが UKSUNC1 っていうやつで、こちらが UKFL の 03SC っていうやつですね。両方ともコンサートサイズのウクレレになります。で、今日はですね、こちらの SUNC1 の方を開封していきたいと思います。それでは行ってまいりましょう。 GO。 はい、ということでウーマウクレレ開封していきたいと思います。 UKSUNC1 ですね。オープン。お、ケース入りですね。はい、可愛らしいウーマのロゴが出てきました。お、ダブルショルダーのバッグですね。いいですね。せーの、オープン。あ、まだ見えない。こちらウーマの品質保証カードですね。そしていきます。せーの、じゃん。お、ウーマウクレレの可愛いロゴが。はいはいはい。あー、なるほどなるほど。ほう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 。このサウンドホールのこの飾りが可愛いですね。あ、マットな塗装でいいですね。オープンポアフィニッシュっていうんですっけ。この木の銅管がね、そんなに埋められてない状態。木の質感がすごいわかる感じの塗装。あー、なんかあったかい音がしそうだな。あ、サイドポジションマークもちゃんと入ってますね。はいはいはい。うん、シンプルだけどこのデザイン性が可愛くて素敵です。わー、これはね、良さそう。じゃん、来ました。ウーマウクレレ UKSUNC1 でございます。イエーイ。はい、こんな感じのウクレレでございます。ふう、綺麗ですよね、サペリの木目が。イエーイ。はい、細かな説明は後ほどするとして、まず早速音色を切っていきたいと思います。
いかがだったでしょうか。すごいね、このウクレレ音が大きいんですよ。すごい音量がある、よくなってるなっていう感じがしますね。あのウーマウクレレって、あの他のウクレレもそうなんですけれども、音がね大きいんですよ。ちゃんとねこう箱が鳴ってくれてるなっていう感じがするんですよね。この子も特にすごくよく鳴ってるなっていう感じがします。サスティンもすごく長くて弾いていて気持ちいいウクレレですね。フロロカーボン弦が貼ってあるんですけど、どちらかというと割とマイルドな音でですね、温かみも感じつつしっかり鳴ってくれて、サスティンもいいって感じでいいですね。音色、私こういう音色好きなんですよね。いいな。それでは細かいスペックを見ていきたいと思います。こちらはですね、サイズはコンサートサイズとなっております。ウクレレはソプラノ、コンサート、テナー、バリトンってだんだん大きくなっていくんですけど、こちらは2番目のサイズですね。コンサートサイズです。ボディはですね、サペリの合板となっております。トップ、サイド、バック、すべてサペリですね。そちらの合板を使っております。非常に軽いです。そして、ネックもですねサペリとなっております。サペリはですね、とてもマホガニに似ている材みたいなんですけど、木目もねちょっとマホガニに似てますよね。結構綺麗な木目になっております。でこちらのトップにはですね、サウンドホール周りにこのように太陽をデザインしたレーザー彫刻、こちらね彫られていて、そこが着色されている感じですね。ウーマウクレでそういう装飾が結構多いんですけど、こちらもそのようになっていて、しっかりこのウクレレの一番のアイキャッチポイントとなっておりますね。ちなみになんですけど、ウーマウクレレね、ムーンっていうモデルも出てるんですよ。そちらこちらよりもうちょっと、上位機種になってくるんですけど、そのウクレレもめちゃめちゃかっこいいんですよ。サンとは対照的なムーンっていうウクレレもあったりします。こちらフィンガーボードとブリッジがローズウッドとなっております。そしてナットとサドルがですねヌーボーンとなっております。で、ギアペグですね、こちら軽いギアペグがついてます。ポジションマークが5、7、10、12とついていて、14フレットジョイントの15、16、17、18フレットまであります。でしっかりこのサイドポジションマーカーもついています。この辺は嬉しいですね。でね、このトップ板がスプルースのバージョンもあるらしいんですよ。そちらは UKSUNSC1 だったかな、スプルースのコンサート1っていう型番になるんですけど、こちらスプルースバージョンもあって、そちらはね白っぽい木になるので、またこのねサウンドホール周りの飾りがですね引き立って、そちらもなかなかおしゃれな雰囲気がしてました。でウーマウクレレのコンサートサイズって結構この下にこうふくよかな形をしておりますね。可愛らしいですよね。このねボディの形がまたその音をしっかりこう含ませた上で鳴らして、すごくリバーブ感が出ているのかななんて思いました。でこのデザイン以外はもう至ってシンプルなウクレレですね。だけどこういうちゃんとスライドポジションマークとかも入れてくれてるあたりが、しっかりユーザー目線で作られてるなっていう感じです。でさっきも言ったんですけど、すごいボディがねものすごい軽いんですよ。ウーマウクレレだいたい軽いんですけど、私軽いウクレレ好きなんですよね。で音量が大きいので、こうみんなでね集まってなんかこう一緒に歌レレする時とか、ウクレレ一本でも何人かでねこう歌っても全然声に負けないなっていう感じがします。たまにねあんまり小さいサイズのウクレレで、あの音も小さいウクレレを持っていくと、なんか部屋でね自分で歌レレしてる分にはいいんだけど、みんなで集まった時にあれウクレレの音聞こえないなと思って、ものすごく頑張って弾かなきゃいけないっていう
ことがあるんですけど、こちらはねかなり音量が大きいので、そういう風にみんなで集まってウクレレ弾いて歌いたいとかね、外で歌いたいとか、そういう人にはね、あの大きい音量のウクレレはおすすめかなって思います。で、弦の高さもね弾きやすいですね。1フレット側が 0.75 ぐらいですかね。すごく弾きやすいです。全然指が痛くなんない感じで、12フレット側がジャスト3ミリかなっていう感じなんで、初期設定としては割と普通なんですけど、ソロをやる方とかだったらハイフレットを弾きやすくするためにもう少し弦高をこっち側をね下げてくると弾きやすいかなと思います。下げてくると音量も少し小さくなったりするので、その辺はお好みで調整した方がいいかなと思います。で、オクターブピッチはですね、おおむね3セントから5セントの範囲以内なんでめちゃめちゃいいです。この辺りにピッチがね収まってくるとすごくね、やっぱりこうハイフレット弾いた時、和音を鳴らした時も気持ちいいので嬉しいポイントですよね。ネックの握り心地とかもねいいんですよ。太くなく細くなく違和感なく弾いていただけるような感じがしますね。で、こちらはコンサートサイズなんですけど、こうストラップピンはついてきてないんですよ、どこにも。だからストラップを使いたい方はここのサウンドホールにこう引っ掛けて、こうね、あのサックスのストラップのように、ジェイクさんが使ってるようなストラップですかね、そういうのをつけてくる必要があります。もしくは、後付けでこちらねエンドピンを打つかですよね。で、ウーマウクレレって全てのウクレレに標準装備でストラップピンがついてないんですよ。で、メーカーのホームページとか公式の動画とかを見ると、やっぱりみんなねこう膝の上にこう置いてこうやって弾くスタイルで弾かれてるので、メーカーとしてはそういう風な弾き方をすることを想定して作ってるのかなと思います。こうあんまりね抱えて弾いてるようなところは見ないんですよね。だからどうしてもこう構えでちょっとストラップをした方が楽だっていう方とか、立って弾きたいって方はね、そういう風にストラップ、こういうストラップをつけたりストラップピンを打ったりっていう必要があるかなと思います。で、付属品はこちらのバッグなんですけど、こちらですね、ソフトバッグなんですが、スポンジが入ってる感じですね。薄めのスポンジかな。だから上に荷物とかは全然乗せられない感じだけど、衝撃はちょっと守ってくれる感じで、ウクレレに傷がつかないかなっていう感じのバッグとなっております。ここに結構マチがしっかりある、ポケットが入ってるので、チューナーとか小物とかそういうのを入れて持ち運びしやすいですね。あと、こちらに持ち手がついてるのと、後ろにこうダブルショルダーになっていて、こう背中にこうやって背負えるタイプとなっております。で、価格はこちらのウクレレ本体とケースがついてきて、税込みで 19,800 円かなとなっております。このウーマウクレレのラインナップの中では、こちらはエントリーモデルっていうことで位置付けされていて、一番、リーズナブルな価格になってるんですね。ウクレレのエントリーモデルって一口に言っても価格もいろいろだし品質もいろいろなんですよね、正直なところ。で、ウーマウクレレは価格としては 19,800 円っていうことなんで、割とエントリーモデルとしては高い方だと思うんですけど、その代わりですね、品質がとてもいいです。こうバリが出てたりすることもなく、ツルツルですし、なんかねパッと持った時に、あ、すごく丁寧に作られてるなっていうのがすごくわかるんですよね。細部を見るともう本当に綺麗に作られてます。なので1本目にねこういうしっかりしたウクレレから始めると、こう長く使えるなっていう感じがしました。あと、最初ねソプラノで始めたんだけど、コンサート弾いてみたいなっていう方は2本目にねこちらっていう選択肢もありなのかなと思います。で、こちらのウクレレはですね、常に在庫があるような感じではないんですよね、今のところ。だからこう Amazon でこっから買えますよっていう風にいつもみたいには言えないんですけど、その代わりデジマートのですね、ウーマウクレレの在庫一覧ページをリンクに
貼っておきましたので、そちらから飛んでいただくと、この子以外のウーマウクレレも全部今日本にある在庫がね見れますんで、そちらからちょっとチェックしてみてください。でいつねこれが入荷されるかわからないんで、ちょっと気になる方はこまめにそちらのページ覗いていただくと、いつかこれがね入荷されているかもしれません。私が今この動画を撮っている時点では、スプルースのモデルはね、どこかの楽器屋さんで出してくださってるようなんですけれども、こちらのねオールサペリ合板のウクレレはまだね今表示されないんで、今のところすぐにポチることはできないんですけど、ウーマウクレレはお茶の水のタンタンさんがですね取り扱っておられるので、タンタンさんに問い合わせてみると入荷の時期が分かったりとか入荷してもらえたりするかもしれないんで、すぐに欲しい方はぜひそちらに問い合わせてみてください。あと島村楽器さんでもねウーマウクレレ結構取り扱ってるので、もし島村楽器さんの方が近いっていう方はそちらにね問い合わせてみるといいかもしれません。はい、ということで今日はウーマウクレレの UKSUNC1 のご紹介でございました。よろしければ皆さんグッドボタンとチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。次回ねまたもう一本の方開封レビューしていきたいと思うので、お楽しみにしていてください。それではまた次回のウクレンチャンネルでお会いしましょう。じゃあねバイバーイ。